グローバルアリーナの近藤でございますこの度コロナ禍ではありますがサニックス杯サッカーユース大会の20回目を開くことを大変光栄に思っております去年は東京オリンピック今年は北京のオリンピックが開かれて世界各国の選手がすごいパフォーマンスを発揮しましたきっとお互いの理解が深まったと思いますこの大会も お互いのパフォーマンスを目いっぱい出していただいて残念ながら国際ではありませんけれども日本の国内の12チームの中で最高のパフォーマンスを出していただきたいと思いますお互いが理解が深まっていろんな紛争が少なくなるような大会になることを期待しますよろしくお願いします